謎解きはマジでわからんかったな。あれ多分問題出したが悪いわ。あの人は悪い、多分あれ。あの人しかもさ、俺今日気づいたんだけど、あの人ムラッシュなんだけど。ねえ。やばくない？あの人ムラッシュだったんだけど、まさかの。言ってよ。全然知らんかったんだけど。そこ言ってよって感じじゃない？そこを一番最初に言ってほしかったわ。あれ完全に潰しに来てたな、俺のこと。迷ったんだよね、昨日。ちょっとムラッシュゲーミングのパーカー着てるかどうか。着てなくてよかったか。ケンピは早稲田大学出てナスカムラシーン入ったやつ。初めてムラッシュの所属の人に会ったかもしれない。うんこちゃん以外で。びっくりしたもんなって、俺ツイッター見に行った時、ムラッシュ .jp みたいな感じ書いててさ、連絡先はこちらって、ムラッシュと思って。えと思って。で、ムラッシュのそれ押したらさ、なんか大事な金融情報かなんか抜き取られる可能性ありますみたいな Google で注意出てさ、押すのやめたわ。なんなのあれ、ムラッシュってやばいサイトなの。いや、出るんだって。ちょ、押してみて、ムラッシュ。何あれ、怖いんだけど。サーバーすぐ落ちるし、なんか、抜き取られる可能性ありますとか出るし、マジで怖いわ。なんなん、あそこのサイト。いや、もう謎解きはね、マジで俺、まあ、テレビも見ないんでね、やってなかったっすけど、難しいっていうか、なんか、意地悪やなと思って見てたわ。もう、ケンピさんがなんかもうマスク越しにめっちゃニヤニヤしたから笑ってたんだよ、俺の横で考える姿見ながら。かわいい、かわいい顔しながらイラつくわ。マスク越し笑いやがって。